それでは帝国になりましたので始めさせていただきたいと思いますお忙しい中お集まりいただきましてどうもありがとうございますえっと本日はですねええ OECD 開発援助委員会の DAC ・ DAC の議長でありますエーリック・ソウルハイムさんにお越しをいただきましたえっとお手元にですねえっと簡単な略歴を準備してございますけれども OECD 開発援助委員会の議長でありましてソールハイムスはノルウェーの環境県開発援助省もお務めになりましたその後今年の1月に DAC <laughs> の議長に就任されております。<laughs> で今回の訪日中にはですね、えー、と政府関係者や JICA の田中理事長らとお会いしまた19日には仙台、それから被災地、その他の被災地にも行かれるというふうに聞いておりますでソウルハイム議長には DAC の今現在の活動とかですね、あるいは日本に対する期待などについてお話を伺いたいと思います、えー、最初にです、ね、通訳、蓄自通訳込みで大体30分ぐらい。 その後、クエスチョンアンサーで30分ぐらいで、トータルで1時間以内ぐらいを予定をしております。えー、それでは、えっとあ、申し遅れましたけど、私はあの企画委員でテレビ東京の大橋田と申します。えー、では最初に、えっ、ー、と、ソウルハイム議長より、えー briefing. Ladies and gentlemen, it is time that we began our press conference. Today's speaker is uh, Mr. Erik Solheim, who is the chairperson of DAC OECD. Uh, thank you very much for coming to this uh, press conference despite your very busy schedule. Now our speaker today, uh, minister, uh, Mr. Erik Solheim, uh, had the ministerial portfolio as the Norwegian uh, government's uh, environment and uh, development minister. Uh, Ministry, uh, you have the um, short bio data in your handout, uh, but uh, he will be uh, speaking for 30 minutes uh, to begin with, uh, with the consecutive interpretation, uh, uh, which will be followed by half an hour question and answer. He is visiting Japan. He will be seeing uh, government officials as well as uh, uh, President Tanaka of uh, JICA, and from the 19th of this month, uh, he will be touring the affected uh, disaster area around uh, Sendai. Uh, the total this press conference will last for about one hour. Belatedly, let me introduce myself. I am Oshida from Television Tokyo Station, and I am a member of the Planning Committee of Japan Press Club. Hi, please begin. Uh, good afternoon to everyone. Uh, let me start with the very good news. I mean, the situation in the world has never been better. え皆さん、こんにちは。えー、まず最初に非常にいいニュースからお話をしたいと思います。世界の状況を考えますと、ここほど、今ほど良い状況の時はないと思います。 Much fatter, much better educated, and in much better health than at any other point in human history. えー、皆さんが通常テレビなどを見て信じておられるのとは逆に、やはりマスコミはどうしてもマイナスの側面ばかりを報道しがちでありますが、世界の人類の状況というのはここほど良かった時はないだろうと思います。今までの人間のひえ歴史の中でこの10年間ほど成功した時代はなかったと思います。人類平均的な人間は今までよりも最も背が高く、最も肉付き良く、そしてまた教育のレベルも非常に高いものを受けておりまして、健康上 答えもこれまでの中で最良のものを持つようになっております。また、絶対的な貧困層のレベルは1990年以来1年ずつ1%減らすということができております。

1、えー、つだけたくさん数字を紹介するのではなくて、1つだけ数字をご紹介いたしましょう、数週間前に発表された数字なんですけれども、アフリカで2番目に大きな国といいますと、エチオピアですが、エチオピアで5歳前に死亡する子どもの数、これが1000人当たり200人だったものが、1000人当たり60人へと減っております。 この数字がいかに大きな数字であるかということを示すために申し上げますけれども、これだけの状況の改善によって、命を救われた子どもの数というのは、これまで戦争で命を失ったすべての人間の数よりも多くの人数の子どもたちの命が救われています。 But at the same time, that ですからあ、本当に人間の歴史というのは正しい方向に向かっているということは、これは間違いなく言えることであります。人類史上、ここまで民主主義が進み、暴力が減り、そしてんん貧困が減ったという時はありません。 At the same time, it gives no consolation to come to a mother in, say, the Central African Republic, who just saw her two children die from violence there, to tell her that, well, on average, the world is more peaceful, will give her no consolation whatsoever. しかしこれで我々はもういいのだと思うわけにはいかないのです。中央アフリカ共和国で、えー、暴力紛争があるために子供を失ってしまった母親に対して平均的にはへ世界は平和なんですよと。ですからあどうぞ心の安らぎを得てくださいと言ったところでそのお母さんは決して、えー、癒されることはありません。

その他にも質の高い教育のレベルを上げるということ、暴力を削減するということ、生物多様性を守るということ、また気候変動に対して対策を取っていくということ、これはすべて国連で2015年後以降のプログラムとして、世界が共にやっていかなければならない問題であります。Can we The political will. そのような野心的な目標を我々は達成することができるのでしょうかその問いに対する答えは絶対的に「イエス」であります。しかしながらそのためには世界が持っている政治的な意思の力を動かしていかなければなりません。私はそすことができるのでしょうか で、あとの方になりまして、このようなことを達成するためのそれに役立つような政策とは何なのか、またどのようにリソースを動かしていけばいいのかということにつきましては、皆さん方と議論したいと思います。I will でまた日本に対しましては開発援助に支出なさる金額をぜひ維持しそしてそれを拡大するというためのご努力をぜひお願いしたいと思っております。 開発のための支出、あるいは oda をなぜできる国は増やさなければいけないのか、日本のようなそれをすることが可能な国がなぜ増やさなければいけないのか、ということにつきましては、3つの理由があります。 まずどんな国であっても必要としているという国々に対してはそれに対する連帯を示すという意味で寛大な取り組みをすることが必要であります。 また日本は大震災を経験なさった後には世界からたくさんの支援をお受けになりましたそして今まさにそれをしておられるようにそういう国はフィリピンとかその他の国々でそれを必要としている国々にはその支援をしなければならないのです This is part of all global moral systems as well as all major world religions that you should share your prosperity with others

キリスト教によりますと、イエスキリストは他の者のにしてほしいと思うことを自ら他の人に対して施せということを言っております。これは主要な宗教におきましては、どの宗教でも同じことが言われています。 2つ目になぜ開発援助を増やさなければいけないかということの理由ですけれども、どの国でも孤立して自らだけが繁栄をするということは、現在の近代的な世界においてはありえません。Awa, days, s <S 徳川時代だったら、日本だけが繁栄を享受するということも可能だったかもしれませんけれども、今の時代ではそのようなことはできないということは、誰でも知っています。 どのような大手の日本の企業であってもあるいは国でもそうですけれどもそれは三菱だろうと、トヨタだろうと,ろうとそういったところが成功するためには反映する世界がなければ企業も成功できないのです。

また日本の国民の皆さんにとっても安心安全な生活をしようと思うならばそれは世界において気候変動があまり著しくないような世界また麻薬などがはびこらない世界テロが蔓延しないような世界においてこそ皆さんは安心安全を享受することができるのですそれはまさに開発援助することによってそのような世界は提供されるのです They, eh, 例えばテロというのは中東発のものが日本に来るかもしれないし、あるいは麻薬というのもアフガニスタンに権限を発するものが来るかもしれない。全てそういった安心安全を脅かすものは外から入ってくるのです。 しかし3つ目の理由ですけれども日本にとってもあるいはどの国でもそうなんですけれども開発,開発援助をするということは外交面でのツールとして非常に有用なものになりますもし開発援助をしないということになりますとその国に対する信頼コンフィデンスは生まれないということになります 例えば環境を保護したい平和な世界を作りたいあるいはポジティブなことで貢献する国だということで日本というのは知られたいと思うのであるならばそれは外交的なツールとして開発援助を提供するということが最も有効な手段であります。 In some capitals of the world, you get the impression that people believe that all foreign assistance is provided either by the United States or by China, while in reality, quite a lot is provided by Japan and Europe and others. それから世界のいろんな首都に行きますと,こと外国からの開発支援ということになるとこれはアメリカがくれるものだあるいは中国だけが出しているものだというような印象を持ちがちでありますけれども実際の開発援助を見てみるとそれは日本提供のものヨーロッパ提供のものあるいは他の国が提供しているということが多くあったりしてそのことはもっとよく知られるべきであります。 この ODA 公的開発援助に関するストーリーというのは、概ね全体としては大きな成功物語であります。 その最大の証明というのは例えば過去におきまして多額の ODA あるいは開発支援を受けたような国々が一定の経済レベルにまでその結果成長いたしますと今度はそれらの国々が開発支援を他の国々に提供するようになる例えば韓国などがそのいい例であります。 成功物語ではありますけれども、今はそれを改革することが必要となっています。 えー、このシステムを改革しなければいけないという理由は2つあります。1つは南の国々の台頭ということであります。開発援助ということで今では中国、インド、ブラジル、そういった国々が援助を提供しておりまして、昔のようにただただ日米欧だけが提供していたという時代ではありません。 While o official development assistance is 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 important, many other financial flows are much bigger and in in reality there There no lack of money in the world. There is a of money money, the world. but we should use uh, the money more wisely. 2、えー、つ目に改革が必要な理由でありますけれども ODA というのは大切ではありますけれどもそれよりも大きな巨額の資金というのが世界の中では駆け巡っておりますですからお金がない資金が足りないということではないのですもう資金はこの世の中には十分にありますのでそれをより賢く使うということが必要であります。Uh, we

えー、ODA の使い方というのはまさにその他の資金の流れに対して触媒的に働きかけるようなものにしていかなければなりません。持って民間投資を大いに拡大するような方向に持っていかなければなりません。それからまた税制をしっかりしたものを途上国が作るために役立つような ODA でなければなりません。それをすることによりまして途上国におきましても自らがしっかりとした所得を作り上げていく、所得を生み出していくことにつながっていきます。 Mange utviklingsnasjoner kan finansiere sin egen utvikling, sin utdanning, sin helse, sine veier gjennom sine egne midler hvis de får hjelp til å legge ned 多くの途上国も自分たちが支援を受けることによって税制をしっかりすることができるようになれば自らの開発ニーズというのをきちっとファイナンスすることができるようになるはずであります例えば教育でありますとか医療保険道路建設そういったことを自分たちの手段でやることができるようになりますそのためには税制をしっかりとその国の中で確立することが必要です。 例えば、石油ガスを産出する国、ダイヤモンド、金を生産する国、そういった国々は、自ら持っている資源から、相当の資金を獲得することができます。Uh, nation, Norway, 79% flat tax rate for the oil and gas resources. 我が国、ノルウェーにおきましては、石油、ガスの資源に対しましては、一律税率で課税されるのが79%であります。すべての,その石油、ガス関係の企業、グローバルな企業は、このような税率は高すぎると言っても、もうそれではノルウェーを出ていくぞというふうに脅しをかけます。 Not one single company has ever left. I remember I told this story to President Lula of Brazil, uh, and, I can, uh, and I can, you could see President Lula starting counting. I mean, how, how many, how many health care centers, how many schools, how many roads you could get if you could have such a high tax rate and provide uh, the domestic resources for the poor in Brazil. この話を私はブラジルのルラ大,大統領にしたことがありますそしたらもうすぐ目に見えましたそういうふうになることができたら自分たちの国でそのような高い税率でもって自分たちの資源からの収入を上げることができるようになったらいくつの保健所を建てることができるかいくつの学校を建てることができるだろうかと彼はすぐに計算に入りました So we have, set, we have established tax for development and tax inspectors without borders

最後に皆さんと一緒にな,がらなりながら最後に達成をしなければいけない最後に残る改革とは何でしょうかまず第一には環境と開発というのをそれぞれ別のシステムにするのではなくて合体し一つのシステムとして構築する必要があります。 この点に関しましては日本は大変ポジティブな役割を果たしておられます。気候ということに関する非常に大きなお金を使っておられる国だからであります。 Veldig bra for klimaet og for utvikling uh, uh, samtidig. 例えばフィリピンにおいてはあサイクロンに対する備えを十分にするべきであるということとかモザンビークではもっと水力発電を盛んにしましょうというようなことはそれぞれ違う問題ではないのであります。こういった対策を取るということは気候問題に対して同時的に働くということでありまさに環境問題でもありながら、えー、開発に優れて関係をする対策でもあるのです。 Vi må rette strømmene bedre mot utvikling, i den forstand at mange middelinntektsland kan få mesteparten av den øvrige finansien fra lån og andre markedsbaserte mekanismer, mens de fattigste landene, de minst utviklede landene, ofte afrikanerne, vil trenge støtte. For de kan ikke bruke markedsmekanismene slik de er for øyeblikket. えー、2番目に、えー、よよりり開発のののためのお金の流れが円滑にににいいくくうにというとターゲットを絞っていくべきであります中所,得中所得国におきましては、えー、市場メカニズムをベースにしたような例えば融資でありますとかそういった外部の金融を利用することができるようになるべきでありそして後、えーえー、発開発途上国と呼ばれるほとんどがアフリカにある国々でありますが最も貧しい国におきましては市場メカニズムを使うということは今はできません。 せのでより、えー、多くの部分を、えー、無償援助、グラントで、えー、賄っていくということが必要であります。例えば例として申し上げますと、インドネシアなんかは商業的な条件での融資を借りることができますけれども、ソマリアはそ同じようなことはできません。 ということで、まず、ODA というものの考え方自体の改革を考えるということ、そしてまた、資金の流れを改革するというところに視点を持っていく必要があります。 ですから我々が構築したいシステムというのは成功したものに対しては大いにインセンティブを与え失敗したものに対してはインセンティブを与えることがないようにするということで大々にしてその逆のことがまかり通っておりますがそうではないふうにする必要があります。 Uh, uh, for en investering i f.eks. Myanmar Hvis denne garantien ikke brukes fordi programmet betaler for seg selv, får Japan ingen ODA-kreditt. Men hvis det lånet til Myanmar blir brukt fordi programmet feiler, da blir det kredittert som ODA. Det er rent og sikkert galt. Dette gir rett til suksess og gir rett til feil eller mangel 今、日本におきましては、例えばミャンマーに対しまして、保証が与えられるということ、そのケースを考えてみたいと思います。ミャンマーに投資がなされるということに対するギャランティー、保証を提供しているといたしましょう。そして、もし、この保証が与えられているということが全く使われられないと、本当にプログラムが非常に成功しているために、投資プログラムが成功しているために、その保証が全然使われないということになりますと、これは クレジットとしててて使われれれいいいいななととととううことでここでは間違った失敗だというふうに見なされておりますところが実際に投資プログラムが失敗したために保証が使われるということになりますとあのあこの保証システムは使われたんだというふうになります。このような ODA のあり方考え方というのは端的に言いまして間違っているわけであり成功したものに対してインセンティブが与えられず失敗したものに対してインセンティブが与えられるというで 間違った形になってしまっています非常にテクニカルな詳しい話だなというふうに思われるかもしれませんけれどもやはり近代的な意味での ODA のコンセプトというのは大きな意味におきまして大枠そのものの考え方として見直していかなければなりません Vi vil etablere et nytt konsept for de mye større for strømmene. Uh, private investeringer, garantier, kommersielle lån, kanskje bidrag til fredsbeholdelsesoperasjoner. Det er en stor mengde økonomiske strømmer som er viktige for utvikling, men som ikke er ODA for øyeblikket. えー、それに加えまして、より幅,幅広い意味での開発のための金融の流れ、あるいはお金の流れというのは新しく考えていく必要があります。民間投資を促すということ、保証を提供するということ、商業的なローンを提供するということ、あるいは PKO に対して拠出をするということ、これはそれぞれ開発につながる巨大なお金の流れでありますけれども、現在のところ、潤沢に存在しているという形にはなっていません。 それからまた特別なターゲットを作りまして絶対的貧困というふうに言われており主にアフリカの国が多いわけですけれどもあるいは脆弱国家と呼ばれているような国々そこに的を絞ったプログラムというのを確立する必要もありましょう。 So all disse ulike reformene av ODA-systemet vil komme med ett mål. Å mobilisere flere ressurser og bruke dem mer effektivt for å nå de globale målene om å utrydde fattigdom og bedre utdanning og miljø. こういったこといろいろ語りましたけれども、ODA のシステムを改革するということが狙っております目的はただ一つであります。それはその開発のために使われるリソース、資源を拡大するということ。しかも拡大して獲得された資源は効果的に使い、そして貧困撲滅,滅のために、グローバルなそれは目的でありますから貧困がなくなるように、そしてまたより良い,良い環境の下で、また良い教育が施されるような世界を目,目指していくというために、リソースを 拡大し効果的に利用するということ、それが目的であります。ちょっと誤った印象が皆さん持っているかもしれませんけれども、ODA は総じて金額として減っているという印象があるかもしれませんが、実は世界の中での ODA は増えております。 OECD in が待つ ODA を提供しておりますその他に中国それからアラーブ諸国その他の国々などが援助を提供しておりますので世界の ODA あるいは開発のための支払いというのは全体としては増えております。<coughs> そうなると、残りはすべて政治的な意思の力にかかっています。非常に我々が啓発されるような例を申し上げることで結びにしたいと思います。Uh, the United Kingdom, at a time of great austerity, where they have cut down on nearly all other parts of the, global, or the state budget, has increased its development spending to 0.7% 例えば英国でありますけれども財政は緊縮という時代を迎えましてとにかく他の財政項目というのはすべて縮減するという時代であったにもかかわらず ODA は GDP の0.7%までというふうに ODA の金額を増やしておりますしかも保守党政権でそのようなことが行われております。 Do this? なんでマーガレットサッチャー・ットサッチャーの党がそんなことをするんだと多くの人が問いました。The reason is very simple. The その理由は単純であります。現在の英国首相、デイビッド・キャメロンがそれは正しいことだ、やるべきことだと信じているからであります。well, a つの非常に t is Turkey. もう一つポジティブな例を引きましょう、それはトルコです。トルコは、OECD 諸国の中でも一番 ODA を増やしている国でありまして、トルコというのは中所得国ではありますけれども、OECD の中で一番開発支援を増やしております。 それからそれに加えましてシリアからの難民に対しても大変寛大なあ対策を取っています私はノルウェーで大事をしておりました時にソマリアに行こうと思いましたご存知のようにとても危険な状況でした その時には警備担当の人たちがみんな私のところにやってきまして「大臣大臣そこ行っちゃいけません」「あそこは非常に危ないから行ってはいけません」と言われました。

しかし行ってみて分かったんですけれどもトルコはエルドアン首相閣僚の半分ぐらいしかも首相は奥様を同伴いたしましてしかも閣僚の半分ぐらいがあその場所に行っておりましてもトルコ人がありとあらゆるところにおられました。So To achieve the global aims. ですからこの英国とトルコの例を申しましたけれども結局は政治的な意思あるところにおいてこそ世界のリソースを動かすことができそして世界が設定する目標に向かってその達成に向かって進むことができるのだということを申し上げたいのです。 Uh, who can eradicate absolute poverty? Let's assume that uh, Mr. Nobunaga or Mr. Hideyoshi had decided to do this, or the global leaders of China or other places had decided to do that in the past, they would not have the, had the resources, nor would they have known what, what, what were the policies. 例えば豊臣秀吉があるいは織田信長がそういうことをやろうと思ったとしてもあるいは中国のリーダーあるいは他の地域のリーダーが過去においてそれをやろうと思ったとしてもどういうふうにリソースをその時にはリソースがなかったでしょうしまたどういうふうにすればどの政策を立てればそれができるかということの知識もなかったと思います。Now, 今は状況は違います我々はどういった政策ならばうまく機能するのかということは分かっておりますまたどれだけのリソースを動かせるのかということも分かっておりますですから残るはそれを本当に実行することができる政治的な意志の力ありやなしやにかかっています ですから Yes, we can というバラック・オバマが選出された時のスローガンをもう一度ここで想起したいと思います <Thank you. S 2> 以上ですありがとうございました <laughs> えどうもありがとうございましたこの後質疑に入りたいと思いますが、えー、と最初あの司会の方から2つ3つえ質問させていただいてその後皆さんからの質問を募集したいと思いますけどあの最初のクエスチョンを私からあのしたいんですがあの今のお話の中で非常に面白かったのは1つはあの予算が使われてもです、ね、それが内容的にいい使われ方じゃないものがあるということであの例えばミャンマーの例を話をされたんですが いいその ODA がでないとすればその理由があると思うんですけどなんでそのようにその内容的に良くないんだけどお金が使われれば満足してしまうようなことがあり得るのかそれをどうすれば直せるのか Now, we'd like to have a discussion session. Uh, I, as the moderator, would like to ask initial two, three questions, then we will open the floor for general discussion. Now, I would like to ask a question. Your uh, presentation was very interesting. Interesting uh, uh, point was included in your uh, expose. And uh, you mentioned uh, the Myanmar case uh, as an uh, example, and uh, even a budget, uh, the ODA spending uh, could uh, Go wrong, uh, the use is good, but the, uh, the contents of the actual usage is not good. Now, uh, my question is uh, how come that uh, ODA could be put into wrong usage? Uh, there must be a reason for uh, having a wrong usage uh, of ODA. And what is the reason for having a wrong ODA? And uh, what uh, can we uh, uh, remedy that situation? People are just uh, satisfied with uh, simple money spending and not.

これは何も不思議なことはないと思います、例えば医療保険にいたしましても、教育にいたしましても同じことだと思います、誰も教育っていうのは悪いことだなんていう人はいないでしょう、教育というのはそもそもいいことであります、しかしながら、どの学校も素晴らしいとは言えない結果になっていることも事実でしょう。

Å se energien til disse generalene som hele tiden tilbringer uh, i hæren og er fullt ut bestemt på å snu Myanmar, er rett og slett utrolig. Så positivt. 例えば、あそこで指導的な地位についている将軍たちというのは、一生ずっと軍での経験しかないわけですけれども、それでありながら、この国をなんとかするんだという高い強い決意を持って、そしてなんとかしようと最大の努力をしているというのは、信じられないような思いでした。 og De har vært 40 år i 40 og Nå ville han snu Myanmar rundt så so raskt. Han sa at uh, Sør-Korea trengte uh, én generasjon for å flytte fra diktatur til demokrati. 例えば工業大臣、ウー・サン・トン氏が私に言っ,て言っておりましたけれども、彼が海軍に入ったのは16歳の時だったそうです、それから40年間、ずっと海軍一筋で来た人でありますけれども、今ではミャンマーをとにかく迅速に変貌させようということで、大変な努力をしていらっしゃいます、韓国の場合には独裁政権から民主主義になるのに、1世代かかっているわけですけれども、それを本当に1世代ではなくて、本当に短期間のうちに、ミャンマーは国を変えようとしています。 I think that is great service. ですから、日本にはぜひミャンマーの国家開発のためには役割を果たしてほしいと思っております。ヤンゴンの郊外のところに自由貿易地区を作るという構想がありますけれども、あれはすばらしいことでありますので、日本にもぜひ積極的に取り組んでほしいと思います。 あと1つ2つちょっと会社から聞かせていただきたいんですけど中国のことについて聞きたいんですけど先ほど中国も,もう資金を出されてのだいぶ貢献しているという話がありましたが中国と OECD の関係今後どうなっていくのか中国が加盟して非常に重要な役割を果たしていくのかどうかということについてちょっと見通しをあればお聞かせください。 I would like to continue asking, as the moderator, further one or two questions. Next question is regarding China. You have mentioned that China has made an enormous contribution in the field of uh, development uh, spending. What is going to be the relationship between OECD and China going forward? Uh, can you talk about the outlook about uh, China acceding to uh, OECD, playing an important role? How do you see that? For Det er altfor tidlig å snakke om kinesisk medlemskap i OECD, men Kina er en av hovedpartnerne uh, i OECD, og vi tror at dette partnerskapet blir bedre dag for dag. 中国が OECD の加盟国になるということを論じるには時期尚早だと思いますけれども、OECD にとっての主たるパートナーであるという事実はこれは変わりません、そしてパートナーとしてのわれわれとの関係というのは日々改善されております。<laughs> 皆さんご存知のことだと思いますけれども人類史上開発というプロセスにおいて貧困の度合いを削減するペースが中国ほど早い国はありませんでした。Uh, この貧困を削減するというプロセスというのは、日米欧にいたしましても100年以上かかるという、非常に長い期間が必要でしたけれども、中国ではそれを非常に短時間にやっています。中国は また中国というのは、世界に台頭する、大国として台頭するという存在としては、まだ比較的新しい存在でありますので、新たに与えられた役割ということに慣れていく、それに適応していくということには少し時間はかかるでしょうオーサイド、オチャイナは、プイのベプーイ それから開発に対する支援をどれだけお金を出しているかということに関して言えば OECD 以外ではこれはもう抜きんでて中国が非常に大きな金額を出しておりますこれは民間部門の投資ということも ODA も含めまして他のどの国よりも中国は出しております。 いくらかなディベロメントのか、その,のかそのことはよく批判されるんですけれども、中国の数字はよく透明でないと分からないということが言われておりまして、ですから中国のこれまでの支出がどれくらいだったかということを、これだというふうに数字を一つ指摘するというのは、とても難しい状況にあります。 ただ、えー、開発援助に関する白書を中国は出すということを約束をしておりますので、えー、その白書が出ればその中には統計数字なども含まれることになるでありましょう。 しかしながら皆さんご存知のように、中国がなした最大のインパクトというのは、ODA というよりは、やはり投資であり、貿易であり、非常に安いものをたくさん生産するという能力でありましょう、そしてその安い製品が世界の各市場を席巻していると、それが最大のインパクトでありましょうわかりました。えーと 皆さんから質問があれば募集したいと思いますが、何か質問ございますでしょうかはい、どうぞ。マイクがありますので、マイクのところに来ていただいて。 えっと日本経済新聞の若杉とと申ししまますありがとうございました、えっと、絶対的貧困をなくすのにあの食料の問題が非常に重要だと思うんですけれどもそれであのまあグローバル化が進むと,です、ねえっと先進国などの金融政策だとかそれから投機の,のマネーによって穀物の価格が上下してそれがまあアフリカだとかそういったあの比較的貧困のひどいところであの食料不足をまあ招くというような指摘もありますけれども ODA の分野でその えと絶対的貧困の多い国の農業とか食料生産を援助するそれについてこれからどういうふうに取り組んでいったらいいかということについてえとご意見があれば教えてください。 Thank you very much for giving me the floor. I am Wakasugi from Nippon Keizai Shimbun, Japan Economic Journal. Now, I believe uh, food plays an important role in eradicating absolute uh, poverty. With the process of globalization in developed countries, uh, uh, there will be speculative money going into the food market and so forth. Uh, in terms of the financial policy, uh, which will uh, dictate uh, the rise or fall of the grain pr prices with the erratic uh, with the fluctuation a uh, food price, uh, it will impact uh, seriously the African poor nations. They will suffer from the uh, lack of food and so forth. So in line with the uh, policy of uh, reducing absolute policy uh, in the realm of ODA, uh, what is uh, going to be done uh, in the uh, agricultural sector or food production sector? Uh, what is going to happen in ODA in relation to agriculture or food production? 非常に中心的なポイントを突かれた質問だと思います。というのは、ほとんどの貧しい人というのは,実は、実は都市には住んでいなくて、田舎、農村に住んでいるわけです。そして零細農民であり、場合によっては土地を持たない農民であります。 Her er det en enorm forskjell mellom Asia og Afrika. Asia har hatt en enorm økning i produktivitet. Landet har økt. Men pga. byvidden har produktiviteten økt mye. Mens det i Afrika har vært ingen ordentlig økning i produktivitet de siste tiårene. ここでアジアとアフリカには大きな違いがありますアジアにおきましては耕作できる面積そのものは減っておりますなぜならば都市化が進むことによりまして農地が減っていることはありますけれども農業生産性が上がるということによってそれを補っておりますがアフリカの場合にはこの数十年全く農業生産性は上がっておりません。 私はこの面で成功するための政策というのは小規模農民零細農民のことを無視するというような政策をやめてそしてそういう農民のために投資をするというところにこそあると思いますどうやってそれをやればいいのかというのは何もロケットを打ち上げるような精密な科学が必要なわけではありません非常に単純な話です この面で、この20年間、最も成功した国はおそらくはベトナムでしょう1990年代には、彼らは大変大量なお米を輸入する国でありましたけれども、今では世界で2番目に大きな米の輸出国となっています。 What have they done? 彼らは何をやったんでしょうか。So、in まず、農民が持っている土地所有権財産、財産権というものを確立いたしまして、農民が自分の土地に投資をすることが可能な環境を作りました。 それから農道を整備いたしまして例えば農機具とかそういったものを自分たちが耕すところに運びやすくしたしまた取れた産品をマーケットに運びやすくいたしました。They have made a good それからいい助言をいたしましたし、例えば投入剤としての肥料、そういったものも提供いたしました。それからまた、農業銀行のような仕組みを作りまして、信用を提供するような組織を作って、農民がお金を借りられるようにしたということです。今申し上げましたようなことは、そんなに難しいことではないはずです。 ですから、それと似たような政策をアフリカの諸国が取れるように援助をするということではないでしょうか。こういった政策を取ることによりまして、自分たち農民が本当に投資をすることが可能になるような、そんな環境を作っていくべきだと思います。はいありがとうございました。他に何かご質問ありますか Thank you very much. これから非常に大事なのはその政府がどのくらいやる気を出すかそのコミットメントするかということをおっしゃったと思いますけれどその日,本の日本の中でだって例えば、 あのキャメロンさんが非常に大事だから俺がやるんだというようなことをおっしゃったそれをそういうことを言わせるためには国民が常にそういうことを考えていて途上、えー、国を支援する ODA を増やすようなことを国民が考えていてそれをその政治家に大えずぶつけるというようなことがあると思うんですけれど例えば日本の中では。 あの家庭の中で食卓を囲みながら ODA をどうするかというようなことを話す機会はまずないと思うんですけれど何かいい知恵があったら教えていただきたい特にあの出身国の中ではあのどんなことを考えていらっしゃるのか家庭の中でどんなことが ODA を増やすために必要だというふうにあの夫婦の間で話,され話をしておられるのかというようなケースがあったらあの聞かせていただければと思います。 Thank you very much. I am Nishiuchi. I'm a freelancer journalist, an individual member of the club. Um, you have said in your remarks that the political will is most important. That the politicians and the government must show that they've got the strong commitments commitment to increase ODA, mobilizing resources. Uh, in Japan, it's very difficult to uh, uh, imagine or consider a situation where uh, the likes of uh, Prime Minister Cameron saying that that because. Because he believes in ODA increase, uh, he's going to uh, show the political will and uh, do the increasing ODA. In order for a politician to say that, I think uh, uh, the general populace uh, must uh, have a full discussion about the uh, uh, advisability of ODA so that uh, they can let their politicians know the importance of ODA or uh, uh, development spending. But inside the Japan, it's very hard to imagine that at the dinner table, in the living room, family members ordinarily discussing the advisability of increasing oda do you have any advice so that we can have a frequent discussion in the around the dinner table in the living room uh, to discuss oda so that the politicians are uh, advised about uh, deciding on increasing the resources and so forth especially in uh, your country for example uh, do you have any hint which would enable japanese couple uh, husband and wife uh, uh, casually discussing ODA uh, at the dinner table mm -hmm. that's a very good question <laughs> <laughs> uh, I, I think you should, you should bring in when, the, when there are events which are uh, which are people are discussing like the, the like the cyclones in in the Philippines it's for sure a kind of event uh, which brings this to the core まず何か大きなことが起こった時、フィリピンのサイクロンのような、ああいう大被害が起こったような時に、議論の取っかかりを得て、議論をするということがまずよろしいのではないでしょうか。And also やはりこのような世論を醸し出すあるいは決定をするということには2つのやり方があると思いますまずは首相をはじめリーダーの方からトップダウンで国民に働きかけるというやり方それから国民の側で世論を大いに盛り上げてそしてトップにいる政治家の人たちに自分たちの意見を伝えるというこの2つのやり方です 英国の話をいたしましたけれども、英国人なら誰でもパブに行って、いっぱいのビールを片手に、いやー、ODA を増やすべきだね、みたいな議論しているわけではありません。やはりトップからのリーダーシップということが大きいでしょう。 もしアベノミクスがこれから成功し、日本が再び大きな経済成長をするということになったならば、それは開発援助を増やすという時代が日本に巡ってきたということでありましょう。わかりましたじゃあ最後の質問です。 あの G8G20 リサーチグループのメンバーであの私はですねあの DAC 諸国っていうのは OECD の中にありますから当然あのリッチな国なんですがあの相手の国のね例えばアフリカとかそういうところに対してその国の発展に真に役立つように 援助をしていくっていうのが本当はその精神だと思います。えー、ところは私例えば2005年のグレインイーグルサミットに行って前のシンポジウムなんかも出たりして、あと首脳の動きなんかもフォローしてましたら、あのあの時のテーマは地球温暖化とあのアフリカへの援助だったんですね。でそうしたらあの日本の小泉首相がですね、今後5年間に100億ドルをアフリカの発展のために使うとこう言ったわけです。でところはあの最近ではあの G8 にその 脱色以外の人たちも招かれてて胡錦涛とかそういう人たちも来てたんですが彼はですねあのその次の年にです、ね、その,その,あのオブザーバーで来てまして、えー、アフリカとミランなんかを回って200億ドルを2円間で出すということでその資源を買いあさったんですね。ですからそ,のそういうその資源を争いますとね 中国のような高度成長のためにはその年の資源の増し分のうちの半分ぐらいを取らなきゃいけないということになっちゃうわけですよね。そうするとその世界の秩序をどうやって保つのかということは非常に問題なんで DAQ 諸国としてもです、ね、その他の国があのそういう開発に役立つためにはこういうことが望ましいとかそういうようなことを打ち出していくあるいは d だけでいなかったら他の国際機関に働きかけていくそういうお考えはないものでしょうかとといいいうことを聞きたいと思います。お名前も伺ってよろしいですか。 My name is Uda. I belong to a research group uh, of uh, G8 and uh, G20. I used to be a journalist of NHK in the past. Now uh, uh, I know that uh, DAC uh, countries are uh, located within OECD. Therefore, DAC countries are rich countries. However, the counterparties of DAC countries are mainly uh, the countries of Africa and other developing nations. I think the spirit of DAC is to uh, provide assistance, uh, which would be useful for. The development of those counterparty partner countries. That must be the true spirit of DAC. Now, I, uh, I covered the Glen Eagle Summit in 2005. I participated in the relevant symposium as well as I observed the behavior of the leaders attending the Glen Eagle Summit uh, at that time. The theme of the Glen Eagle Summit was uh, global warming as well as uh, the development question of Africa. At that time, Prime Minister Koizumi pledged $10 billion in. Five uh, years, and uh, uh, he uh, sort of emphasized the assistance to African nations, and then uh, eventually, gradually, uh, the G8 was participated by non-DAC countries like uh, China. Like uh, Mr. Hu Jintao uh, participated in the next year as observer of uh, G8, and then he said that uh, China would provide 20 billion in two years, and with that promise, uh, he went on or China went on shopping spree of uh, resources around the country, especially in Africa. So if uh, uh, the resources have to be procured to support the economic growth of China, then the increment of the world's resource development, half of it will have to go to uh, China. That is the size of uh, Chinese economic growth. Then I wonder what is going to happen to the world order if one country, a non-DAC country, goes out in shopping spree to uh, secure all resources of the world. So uh, uh, if... Uh, 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 you really are serious about uh, the uh, development policies which would be useful for the uh, co uh, counterparty countries, partner countries, as DAC. Uh, do you have any ideas of, uh, for example, showing that such and such policy would be uh, uh, desirable for the uh, true development of the partner countries or such and such uh, policies should be avoided because it is not useful for that country's uh, uh, development? Do you have any idea uh, about those sort of things? Absolutt. I mean, has set a huge number of standards for how, say, companies should hvordan samme multinasjonale selskaper skal handle. Vi jobber også nå med å overføre priser innen globale selskaper, for å sørge for at globale selskaper betaler skatter, at de not just shifting the profit around to avoid taxes. えー、当然です、OECD は多国籍企業というのはどういう行動をするべきであるかということで非常に大掛かりなスタンダードを設けておりますしそれから多国籍企業の中で移転価格ということを適当に操作をすることによりまして利益をつか付け替えるということで税金を払わないというようなことがないようにということにを目指しての作業も現在、OECD をやっているところであります。 おっししゃいましたように中国の企業というのは不適切な形で行動している企業も多々あるということはその通りだと思いますけれども、OECD 諸国の中にだって、あまり適切ではないような挙動を示しているような多国籍企業もたくさんあります。 Den beste måten å unngå uh, dette på er å hjelpe utviklingsland i å få sterke myndigheter, for da vil ikke utenlandske myndigheter klare det. それを避けるための一番いい方法というのは、やはり途上国自身が非常にしっかりした強力な政府、あるいは政府のシステムを作り上げるということだと思います。そういったシステムがしっかりしていれば、外国の企業を何か,何かつけ込もうとしても、そう簡単には付け込むことができなくなるはずです。 ですからこそ、途上国における税制をしっかりするということを我々は強調しているわけで、その面での援助が必要だということを言っております、ですから、例えば途上国の天然資源に関して、何か企業が活動するならば、現実的な税金を払いなさいということを、徴用するように持っていきたいと考えます。 イギリスの財務大臣、ウズボーン大臣は新聞の見出しに大きく取り上げられたことがありました、それはアメリカの3大会社、スターバックスとマイクロソフトとグーグルが英国内では全,全く税金を払っていないということを暴露した時でありました。 みなさんよくわかるでしょう。もし英国で税金を払わない会社がいたならば、そのような会社がブルンディとかマラウィとかそういうアフリカの国で税金を払うだろうかなどとは到底想像できないことであります。 Svaret so på spørsmålet er at vi trenger sterke regjeringer som kan styrke reglene. Vi trenger bedre globale standarder for hvordan selskaper skal operere. Og vi trenger å øke disse standardene også til kinesiske og andre selskaper. えですから、あなたの質問に対するお答えといたしましては、まず、しっかりとしたルールを執行することができるような強い政府を途上国が持つということであります、そのためにグローバルなスタンダードを確立することが必要でありましょう、企業の運営の仕方というものに網をかけるようなグローバルなスタンダードが必要であり、そのグローバルなスタンダードというのは、ただ単に OECD 諸国の企業にだけ適用されるのではなく、中国やその他の企業に対しても拡大していかなければならないと、これがお答えになると。 どうもありがとうございました。 えっとこれでじゃあこのセッションは終わりにしたいと思います。今日は o e c d ダックの議長でありますソウルハイム議長においでをいただきました。最後にクラブから恒例ですけれども、感謝の印としてネクタイをお送りして、今回の会話をお開きにしたいと思います。拍手をお願いいたします。 i'm